おはようございます、吉谷さん。大学に進学する目的の一つっていうかね、大部分に合コンがしたいということがあったんですけども、その楽しみな合コンをするためには大学受験に合格するというね、そういう辛い苦しい受験戦争っていうのも勝ち抜いていけるわけなんですよ。だからやりたいことのためには、やりたくないことも混ざっていても突破できるような、そのぐらいのやりたいことを見つければいいんじゃないかなと思います。よく昔から日本人はね、世界からこう言われていたって言葉があるんですけども、日本人は楽をするためだったらどんな苦労も厭わないっていうね、こんな冗談みたいな言葉があったんですけどね、いかがでしょうかね。確かにね、花屋龍馬さん給付金かなんかで再生数回ってましたよね。給付金の動画ってコメントがすごくね出るんですよ。でコメントっていうのは結局エッジランクに関わるんで、YouTube 的には交流が起きてありがたいっていう判断をしてくれるんだろうなと思いますね。いってらっしゃい。